おとりになる上で致命的な欠点があります。それは天敵よりも足が遅いことです。パタスモンキーは散々最速の猿ともてはやされていますが、冷静に考えると大した猿ではありません。所詮霊長類の中で一番速いだけで、サバンナでは遅すぎて話になりません。そのためチーターやハイエナを相手に逃げ切る気満々でおとりになりますが、そのまま永遠に帰ってきません。しかし帰りを待つ仲間のためにもパタスモンキーは決して諦めません。最速の猿から無駄な抵抗を繰り返すやけくその猿と化し、最後は潔く連れて行かれます。それが二度と帰らぬ生き物、パタスモンキーです。